ちゃん。うん、ご機嫌ね。あ？ベルちゃん、結構なと大変やからね。よし、バッチリ。それだね。行きますか。はい、行きましょう。今日は1月28日木曜日です。衣類乾燥機の日です。衣類乾燥機の日です。何個ベルちゃん、出発や。頑張ろうね。なんかさ、ベルちゃんな、うん、あの今日は慢性腎不全の定期検診だけど、なんか最近顎の下がさちょっと黒いのよ、うん、ちょっとできたこともあるような気がして、もしかしたら何、猫ニキビ、顎ニキビかもしれんかなと思って、でも見てもらおうと思って。にゃん、はい、にゃんにゃん、可愛い声で鳴くね。ニャオ、なんか言い出したね。ニャオ、お嬢さんあるもんなの。ニャオ、ワオ、かわいい。かわいい。よう、しゃべりするな。大丈夫よ。暗くなったもんね。ニャオ、分かっちゃうの？もうついたまかっちゃうの。私の目線が目合ってる、これで。お母さんが連れてってくるからね。ねえ、ピクレちゃん、ピクレた、ベルちゃん、行くよ、頑張ろうね。ベルト外したのね。でもあかんね。おいしょ、じゃあ行ってきます。はい、お願いします。ただいま。おかえり。まあ一旦なんだけどね。はい、しめちゃん、体後ろ行こう。はい。どうやった？注射。痛かった？あ、そっか、チックンしたのか。チックンも笑った。で、今検査結果待ちやな。今出してくれてやんのよ。ベルちゃんチックンされたのに、ね、そんな可愛い顔してんの。チックンされても可愛いね。頑張ったね。全然こっち見てくれへんわ。一回出したってもいい、ちょっと長いし、うん、うん。なんかね、後ろ足から今日は取ってくれて包帯してるみたい、うん、うん、見せてごらん、ベルちゃん足。ベルちゃん安静やで。ほれ、ほんまやね、足巻いてる、可愛い。よう頑張ったね。ちょっとじっとしてよ、ここでさ。ちょっと長いのよ、ベルちゃん。30分ぐらい。頑張りましょう。ベルちゃん、まだちょっと取るの早いんちゃう、本体。もし帰ったら取ったるから。うんうん。楽しいね、お風呂は。なんだなんだ？そろそろ電話かかってくると思うんやけど、ベルちゃん。やばいです、ごよ、もうすぐ。そろそろ入ったら、ベルちゃん、ちょっと、あー、すぐそろ入ったか、ベルちゃん、待ちそろそろ入ったか、もうちょっと電話かかってくるわ。20分ぐらい経ったし。
楽しかった？いやいやじゃないのよ。もうちっこせえへんからさ。よし。だね。賢いね。言うてそんな抵抗せんねん今日。賢い賢い。はい。オッケー。ちょっと待っててね。はいはい。うん。結果出たって。お願いしますね。お待たせ。グルちゃんも行かなかのか？うん。あの顎を見てもらうのかな、ね。あ、そっかそっか。そうそう、診察ね。ね、はい。いってらっしゃい。もう帰るだけ。いやじゃない。よう頑張ったね。なあ。なあ。もう限界か。わあ、めっちゃ怒ってな。よかったね。どこだろう。ちょ取るだけ取るだけ。早く取らんとな。はい、こっちが分かんないんだ、ベルちゃん。らしいんやけど、別にまあそんな問題はないらしい、あるからって。あんまり今ジュクジュクしてきたら治す治療考えるけど、体質的になんかとってもとってもできる子はできるらしくって。なになになに、このぐらいなら全然痛いも痒もないはずだ。なにちゃん、どこ行くの？お薬食べさへんの？お薬もうちょっとしましょうか。今すぐやとちょっと怒りそうやね。よく飲もうか。ベルちゃん、お疲れさね、そこね、取れたね。えらい目に遭いましたね。一生懸命包帯とか舐めてる。ベルちゃん、痛かった？取るとき。って顔してね、今。お疲れさ、また頑張ろうね。